そう、本当は確かにね、ヒーローとはっていうところとかもね、それぞれの多分ヒーローっていうものが、多分ステインの中にもいろんなヒーローがあったじゃないですか。ステインの中だとヒーローはこういうものだっていう、オールマイトというものだっていうところとかもあったし、それぞれによってヒーローっていう像が違うのかなっていうのがすごいあって。実際ステインってどうでした？超かっこいいっしょ。あ、やっぱ、あ、思うんですか、やっぱり。やっぱりね、純粋な善であるっていうことを追い求めてるって、追い求めてるっていうのは、やっぱり、なんか、人間としていいんじゃないとは思いますよね。ね。そうなんだ。そう、やり方を間違ってるなと思うけど。芯が通ってて、なんか自分の確固たる意志というか、なんかね、っていうものをね、すごい感じるキャラクターだから、なんか一概にこう、敵って言えない感じが。そうなんだよね。一概にね、そう、ヴィランって言えないのが。だからずっと言ってたのが、ステイン主人公のスピンオフ見たいなっていう、ああなってしまうまでの。うわー、見てえかもしれない、それはステインガイデン。そう。いいなでも、言いたくないには絶対見たくないでしょうからね。まあ、そうだね。てめえのそんな物語、絶対見たくない、お前って感じです。